堀川奈美之助は、日本の俳優である。本名、近藤奈美之助。松竹鎌田撮影所での主演俳優として、第2期のバンドをつまさプロダクションの、助演俳優として知られる。1888年10月2日、東京府江原郡に品川町南品川に生まれる。日本映画俳優全集、男優編によれば、旧姓、大倉商業学校を、 卒業、1910年、井上正雄の一門に加わる。現代俳優名館東京映画俳優編によれば、初舞台は1909年に、井上正雄一座が有楽座で上演した、新時代劇である旨が記されている。日本映画俳優名館賞は4年版及び、日本映画俳優名館賞は5年版にも、数え年、22歳の時に入門、初舞台としてあり、これは、 1909年のことであることを示している。現代俳優名館東京 AA 俳優編によれば、1914年には、自らの一座を結成して、四国及び九州を巡業したという。日本映画データベース、並びに文化庁の日本映画情報システムによれば、1917年には、小林喜三郎の小林商会が制作する映画に出演しており、 同年4月25日及び5月5日に公開されたサイレント映画に出演している。小林紹介は同年に倒産し、小林喜三郎は1919 19年12月6日に国際活営を創立しているのだが、日本映画俳優全集男優編によれば、1920年には井上が国際活営に入社、それに伴って堀川も入社。 翌1921年には、井上ともども退社したとある。1922年、井上の門下を離れて、小竹蒲田撮影所に入社、同年8月21日に公開された、光かれ行く日で主演に抜擢、栗島澄子を相手に重要な役柄を演じた。1923年9月1日に起きた、関東大震災によって、同撮影所は使用不能になり、 京都の松、竹下鴨も撮影所に機能を移転。堀川もしばらくしもに移動した。同年に発行された、現代俳優名館東京英俳優編では、江原郡鎌田町を大技北鎌田1323番地と、撮影所資金に住み、身長は五尺三寸五分、体重14巻200問目、歳子ありと記されている。翌年には,は復興し、 堀川も復帰している。1926年12月末で同社を退社。翌1927年には、京都、うずの番妻、立花、ユニバーサル連合映画に移籍している。同社の活動停止後は、バン東を妻サブロープロダクションに移り、アンヤのパノラマ等に主演したが、同プロダクションが1928年には解散したので、小沢特次の小沢映画連盟に参加した。 1931年1月、坂東つまさぶろうが、大日本自由映画プロダクションを設立、京成電鉄が提供した千葉県千葉郡津田沼町、大和谷津海岸に、坂東つまさぶろうプロダクション、関東撮影所を建設、堀川は、この設立に参加、同撮影所の、第一作、落葉が湯に出演する。同撮影所は、半時代的に、 サイレント映画を制作し続け、堀川もこれに出演を続けたが、1935年1月20日に公開された彦座時計場を最後に閉鎖することになり、堀川は坂東一等ともども配給提携先であった新興キネマに移籍する。堀川の移籍先は坂東らのように京都ではなく、同年板橋区東大泉町に新設された新興キネマ。 東京撮影所であった。堀川は、同撮影所でも多くの映画に、助演、1942年1月10日、戦時統合により、新興キネマは、日活の制作部門等と合併して、大英を形成し、堀川もこれに継続入社したが、満54歳となった1943年3月11日に、公開された、風雪の春以降の出演記録が見当たらない。 時代は第二次世界大戦も深まり、その後の消息は不明である。没年不詳。クレジットはすべて出演である。公開日の右側には役名、及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、 ほぼ現存しないフィルムである。資料によってタイトルの異なるものは平記した。すべて制作、配給は小林紹介、すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作は小竹蒲田撮影所、配給は小竹キネマ、すべてサイレント映画である。屋上の恋人出演時、三十七歳。左から堀川、松一恵子、荒谷津氏。 特筆以外すべて制作は、バンツマ、立花、ユニバーサル連合映画、配給は、ユニバーサル映画、すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作は、バンドウツマサブロープロダクション、関東撮影所。特筆以外すべて配給は、新興キネマ、特筆以外すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作は、新興キネマ、東京撮影所。 特筆以外すべて配給は、進行キネマ、特筆以外すべてトーキーである。ありがとうございます。